はいどうも、ゆみチャンネルのゆみです。いやー、毎日毎日梅雨は明けてね、暑いですね。結局ね、梅雨は梅雨で嫌だしね、梅雨が明けたら暑いしでね、もうなんだかなって感じっすよ。今年はね、特にコロナ対策でね、こんな暑い時期でもね、マスクを常にしないとならないので結構しんどいですよね。かといってね、マスクを外して外出とかは絶対ダメです。まだまだね、収束まで時間がかかりそうですけど、まあちょっとね、頑張ってみんなで耐えましょう。マスクをするとね、結構体感温度が1度とか2度とかね、上がっちゃうっていうんで、この時期ね、特にね、もう35度超えとかいう日も出てくると思うんで、そんな日にね、1度2度体の体温上がっちゃうと、もうね、自分の体温ぐらい上がっちゃうんでね、まあくれぐれも熱中症には気をつけていきましょう。というわけでね、そんなクソ暑いこの真夏にもラーメンを食べていく。はい、というわけでね、あと3食になりましたね。残ってるのが一元、海鮮、あとアジサイですか。というわけでね、今日もルーレットで決めていこうかなと思ったんですけど、皆さんすいません、今日はわがままを聞いてください。今日ね、どうしても塩ラーメン食べたい気分なんですよね。でね、この中でね、塩ラーメンっていうと、一元がこれ塩なんですよ。エビ塩なんですよね。で、アジサイが函館の塩ラーメン。今日ね、純粋な塩ラーメン食いたいんすよ。なので、すいません、今日はアジサイ行かせてください。北海道ラーメンといえばね、札幌味噌、旭川醤油、函館塩って感じなんですよね。函館の塩ラーメンもね、うめえんだこれが。というわけで、今日は函館の塩ラーメンを食べていきましょう。じゃあ早速作っていきまーす。ひょ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 できましたよ。はい、できました。見てください、この黄金に輝くスープ、そして美味しそうなチャーシュー。そう、はい、ではいただきまーす。ではいつものようにスープを、うわー、そう、しみるねー、あ、まー、いただきます。個人的にね、塩ラーメンにはね、メンマがすごい合うと思ってるんですよね。どうなんでしょう。これね、メンマを、なんか他のラーメンよりね、メンマの良さが引き立つ気がするんですよね。じゃ、チャーシューもいっちゃおう。相変わらずうまいな。一番好きなところってね、実は函館なんですよね。函館といえばね、やっぱその、まあ、塩ラーメンもそうですけど、海鮮もめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。あと長谷川ストアの焼き鳥弁当ね。長谷ストの焼き鳥弁当知らない人多いっすよね、多分。あれもな、地味に美味しいんだよな。僕ね、初めて函館行ったのって20代前半ぐらいの時で、その時にね、サブちゃん記念館ってあるんですよ。でサブちゃん記念館の近くにサイエンっていうお店があるんですよ、ラーメン屋さんね。そこはね、僕の友人の両親が営んでいるラーメン屋さんで、ね、そこで食べたね、塩ラーメンがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。いや、そこはね、本当に昔ながらのラーメン屋さんっていう感じで、すごいね、いい感じなんですよね。
塩ラーメンも美味しいんですけど、チャーハンがむちゃくちゃ美味しかった記憶があって、また行きたいな。ちょっとね、今は行けないけど、まあ来年か、再来年ぐらいかな、函館旅行したいな。サイエンさんはね、函館駅から歩いても行けるし、まあサブちゃん記念館、あとグレイ記念館のすぐ近くなんで、もし函館行った方はね、ぜひ行ってみてほしいですね。いや、本当に美味しいんでね、概要欄に URL 貼っておくんで、ぜひ見てください。そんなこんな喋ってるうちに、最後の一口になっちゃった。最後の一口ってほどもうないけどね。いただきます。ごちそうさまでした。はい、というわけでね、今日は函館ラーメンあじさいさんの塩ラーメンを食べてみました。やっぱ塩ラーメンもいいっすね。ほんと、しみる。いや、めちゃくちゃ函館行きたくなってきたな。ほんとね、函館ね、もう初めて行った時に、多分すごいいいもの食べすぎて、そう、さっきのサイエンの塩ラーメンもそうだし、早朝にね、朝一でイクラ丼食べたんですよ。イクラ丼とね、銀だらの西京焼き食べたんですよ。これがめちゃくちゃうまかったんですよね。未だに俺の中でね、あのイクラ丼を超えたイクラ丼はまだないっすね。あとはね、大沼公園のお団子、結構テレビとかでもたまに特集されてますけどね、あれも美味しいんですよね。あとね、アイスクリームとかね、もうね、美味しいもんいっぱいあるんですよね、函館。あとさ、外せないのがラッピ。ラッピって言っても分かんないか、ラッキーピエロですよ。函館にしかないね、ハンバーガー屋さんなんですけど、前だね、なんかのネット記事で本当に美味しいハンバーガー屋ランキングみたいなのが発表されてて、俺的な予想ではね、まあモスバーガーが1位かなと思ってたんですけど、まさかのラッキーピエロ1位でしたね。いやー、でもね、納得。ほんとね、ラッキーピエロってボリュームもすごいしね、味も美味しいしね、最高にいいんですよ。僕ね、実家にラッキーピエロマグカップありますよ。うわー、やばい。これはもう函館行くしかないな。あー、あかん。ラーメン食ったばっかなのに、なんかお腹空いてきたわ。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。